村津市で売るノーセールス美容室プロデューサーの川ちゃんです。今回のテーマは美容室で3倍売れるポップの書き方、ご存知ですか方についてお伝えしていきたいと思います。ご存知でしたか、知ってますかというようにですね、お客様に投げかけていくことでお客様はんと気になってですね、そのポップを見てしまう、まあ、そのようなポップになります。意外とですね、プロが知っていることでもお客様は知らないことが非常に多いですね。ですので お客様の思い込み、それから間違った知識、まあ、こういったものをですね、教えてあげるための教育的なポップでもあります。具体的に言いますと、例えば自宅でも髪がきれいでいられる方法ご存知ですかとかですね、家でも簡単に手入れができる方法知ってましたか、まあ、こんな風にですね、お店から帰った後も、お客様がきれいでいられる方法を教えてあげる、手入れが楽な方法を教えてあげられるためのポップなんかも非常にお客様からの反応がいいようです。それから美容室のシャンプーと美容室のシャンプーと市販のシャンプーの違いご存知でしたかとかですね、サロンカラーとホームカラーの違い知ってましたかなどのように、プロと一般にあるものとですね、違いを伝えていく、まあ、これも教育的なポップになってきます。それから、まだまだありますよ、小顔になれる方法知ってましたかとかですね、お手入れの時期、手入れの仕方ご存知でしたかとかですね、ホームケアの方法、美肌を作る方法、髪の乾かし方、張り腰の出し方、小顔になる方法、シャンプーの家での洗い方、いろんなものご存知ですか、ご存知ですか、知ってましたかというようにですね、問いかけていく、まあ、このようなポップになってきます。ぜひご存知ですか方、知ってましたか、ポップに活用いただいてお客様の方から声をかけていただければと思います。応援してます。川でした。